空王加工からの溶岩が太平洋に落ちる溶岩、原の向こうに太平洋が見えるホレれシーアーチでこの道路は行き止まりチェーンオブ・クレーターズ・ロードはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のハワイ火山国立公園にある観光用の道路でいくつかの急噴加工の付近を通る道であるチェーンオブ・クレーターズ・ロードは加工の連鎖道路の意味でアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のハワイ 火山国立公園にある観光用の道路で、いくつかの急噴火口の付近を通る道である。チェーン・オブ・クレーターズ・ロードは、キラウェア火山の噴火口をめぐるクレーター・リム・ドライブの東南端から出発し、林を抜けた後は、溶岩原を通過して、いくつかの小規模な急火口の脇、または付近を通り、その後は一気に、海岸へ下る片道20マイルの舗装道路である。 現在は海に突き出たホレーシーアーチで行き止まりになっている。現在噴火が盛んなプーオーカ港はこの道路のさらに1 5トル東にある。道の途中にいくつかのトレッキング道路がある。また、この裸の溶岩原は貿易風の通過道にあたり、風が強い。チェーンオブ、クレーターズロード、地球の歩き方2009から 10P61、チェーンオブ、 クレーターズロード、チェーンオブ、クレーターズロード、ありがとうございます。